さあ行くぞ。よいしょ。元気そう？あったかいよ今日。落ち着きに白が似合う。いいね、いい天気。ん？ね、いいね。うちもコンクリート張りたいね。高いんだもん。だって買ってないじゃん。当たんないからも何も買ってないからね。でも当たってほしいの、うん、買ってないのに。いや、買ったら10枚いつも10枚だもんね。ママはその10枚使ってでもいっぱい買った方が当たる可能性は高いじゃん。上手だね。良さを出してくれてるよね。ママの母校だからね。グラウンドは変わってないの？へえ。ママの母校です。不思議だよね。ここで6年生活して。30年。いや、そんな前じゃないでしょ。あ、危ない危ない。あ、そんな前か。そっか、ママももう40か。ママ40歳になろうとしてる。アラフォーだね、今ね。ギリアラフォーだね。あと、あ、来月じゃん。来月じゃん。来月ね、もうね、アラが取れて4になるの。 4? みんな今日も一日頑張ろう。楽しそうだね。ニコも毎日楽しそうじゃん。ニコはあれだね、まだ10代の高校生って感じ。そぼらもいいおじさんだね。そぼらはね、30後半だな。うん、そぼらは座ってる姿がおじさんの時あるじゃん。ニコは JK だね。落ち着く時来んのかなって感じするけどね。今何歳？今3歳？3歳になる。今年3歳になる。まだ2歳だよ。まだ2歳だっけ？2歳だよ。まだ2歳だよ。まだ2歳。え、嘘、2歳だよね。え、もうもはやわかんない。数ヶ月前のことがもう思い出せない。え、確か2歳になったんだよ、この間。うん。この間もう半年近く前だけどさ。え、そうだよね。知らないんかい。そうかもしれない。うん。確か2歳になったんだよ。で、そぼろが6歳になったんだよ。え？ 6 歳になったんだよね。ニコちゃんもほんと元気だよね。よし、じゃあ帰ってゆっくりしよう。ね。さあ行くぞ。